山添由里は、日本の競技カルタ選手、京都風寺市出身、京都市在住、京都風寺市で出生、幼少の頃から、同様の歌詞を暗記し、周囲に歌って聞かせていた。7歳の頃に、小倉百人一首をすべて暗記し、9歳で、地元の競技カルタ団体、京都小倉カルタ会に入会、競技カルタ選手として、頭角を表す。 2009年京都大学文学部に入学。京都大学の競技カルタ学生組織である京都大学カルタ会のメンバーとして、一学年後輩の久米原慶太郎と共に京都大学を団体戦初優勝へと導き、黄金期を築く。2013年より母校の洛南高等学校にて国語科教諭に着任し、教鞭を取るともに社会人選手として活動。 2014年の第58期クイーン E 決定戦で初めて挑戦者となり、くすのき先に敗れる。翌年の59期クイーン E 決定戦で西日本代表として再びタイトルに挑戦する。名人くらいの久米原慶太郎は京都大学の一学年後輩である。好きな札は伊勢大輔のいにしえの奈良のとの八重桜九92二をひぬるかな。理由は、 イニシト自身の誕生日1月24日の124をかけてのことである。2021年1月に行われた第65期クイーンに決定戦で初のクイーンを獲得。ありがとうございます。